石室神社は、伊豆半島の最南端に位置する老崎の、突端付近、静岡県鴨郡南伊豆町老崎にある神社、老権芸や老崎権芸とも呼ばれる。古くは、伊波霊命神社とも呼ばれていたとされ、また祭神は現在では、伊波霊命と言われるが、以下に記すように必ずしも定かではない部分もある。伊豆国神会長、十四下岩来の明神に否定。社は、 海岸の岩屈上に建てられた小柱の上に造営され、伊豆の七不思議の一つとされている。なお、50メートルほど離れた岬の最突端には、熊野神社があるが、事実上一つの神社として扱われることが多く、本校では一緒に記載する。由来や創建時期には以下のように小説があり、必ずしも定かではない。 社殿によれば文武天皇を大宝元年に初めて銅が建てられ、最初は観音像と第六天神を安置していたが、その後猿之丞が新託を受けて、伊波霊命を祀ったという。一方、伊老山混合院演技によると、猿之丞が伊豆大島へ流された時引く文武天皇五年、十一名世、無意の心理記を得てこの地にいたり、また、文武天皇四年に大地震があった際にも、 竜と白鳥が現れてこの地を守った。村人の一人が夢の中で海中より放電が浮かび上がって、岬の中原の岩屈に座すのを見たため、行ってみると、果たして放電が出現し中に十一面観音が安置されていた。その後さらに、天平年代、行期によって第六天神が祀られたという。また、旗の始皇帝五世の孫と言われ、日本に帰化したゆずき君が、 物意味名の使命と称されるようになり、これを祀る神社として、その子孫を名乗る果たしが混流したものとする説も有力である。ただしこの物意味名の使命が、同じ旧伊豆国の神津島に祀られている、物意味名の命と関連があるか否かは明らかに、されていない。縁起式神明帳には、伊豆国鴨群に、伊波れ命神社があったことが記されており、一般には、当社のことであるとされているが、 後世の不快であるとの説もある。以降、神仏集合の金剛山石室権限として、人々の崇敬を集めた。江戸時代には、ニ山大観渉を通じて徳川幕府から米二票の寄進を受けたという、伊豆七不思議の一つで当社にまつわる、色うさき権のほばしらの伝説が生まれたのは、この時代であるとされる。明治初期の神仏分離により、石室神社と称するようになった。 現在の社殿は明治34年に再建されたものである。会場安全や商売繁盛、学業成就の神として、また、伊豆半島の先端に位置する継承地として名高い。詳細は、伊色崎権限の穂柱を参伊色崎近くの長津漁の里に住むおしずという名主の娘が、漁師の高吉と恋に落ちたが、身分の違いで許されぬ恋であったため、高吉は、 三子本島に流された。高吉を忘れられないおしずは、舞いよい先の先端で火を焚き、三子本島の高吉と愛を確かめ合っていた。ある晩、三子本島の火が見えないことを心配したおしずは、たまらず、小舟を出して、三子本島に向かったが、折からの大冬で波は高く船は進まず、おしずは一心不乱に神に祈った。その甲斐あって、三子本島に漂着し、 無事二人は巡り合い結ばれた。その後二人を親たちも許すこととなり、末永く幸せに暮らしたという、おしずが火を焚いたところに、熊野権現の祠が祀られ、依頼縁結びの神として知られることとなった。明治初期の神仏分離により、熊野神社と称するようになった。ありがとうございます。